この爆弾は、うわー、ざっけんねよてめえ、今使おうかなって思ったんだよ、おいクソ植物を、うわー、うん、爆弾、今度こそこれをね、ちょっと後ろに、だお前し、もうこの順位を確保しましょうか。くっそ、ちょっと気持ちよく、うわー、てめえ、いや、ちょっと待って、2位のやつ、誰あれ、あー、クッパ兄弟だっけ、あいつ。名前忘れたわ。うん。あいつが後ろにつけてますね。だが問題なし。うわー、もう、なんだよ。ちょっと、このお酒とね、このイカちゃんのね、ケツっていう素晴らしい眺めを見て、ちょっと気分を良く していきましょうか。きゃやめろ。あ、オッケーオッケー。ちょっと今回は、パックンフラワーも、パックンフラワーっつうか、パックンだっけ、あいつも俺に味方してるんで、ちょっとあいつの分も、お前さ、ふざけんねよ。誰のおかげで遊べると思ってんだよ。あー、くっそ、ちょっと、やばいやばい。あー、もうくっそ、お前俺の味方じゃなかったのかよ、一周目、ほ、うわー、やめて、やめて。オッケー、かわしていく。ちょっとまだ大丈夫。うわあ、オッケーオッケー、雷かわせたから、はい、これはアドアド、うん、これはね、想定内の、うん、あれです、うん、沈没っていうか、カプコ系以降、こいつ、なんかなかなかやるな、ちょっと、なんかキノコ来い、キノコ、え、来た、あー、ちょっと使いどころミスった、当たれ、うわー、ちげえよ、あー、もう最悪、いや、今、キノコの使いどころミス、マリカだったら、まあ、あくまでさ、自分一人でやってるからさ、ねえ、お前さ、マジで、もう雷、わあ、もうアイテム取ってくんじゃねえよ、お前、キラー使ってんだからいいじゃねえかよ、クソが。この、募集かけてた家なんで、お前、ちょっと待ってよ、だから 200cc 嫌いなんだよ。てかもうさ、このイカちゃんでさ、滑れなかったら誰も滑れねえよって言おうともしたけど、なんでお前らそんなに上手いんだよ、滑るのが。こいつのドリフトセンス舐めない方がいいよ、うん、イカちゃんの滑りやすさ半端ないからな、うん、プラス俺のドリフトセンスで、あ、オッケーオッケー、まあでも5位まで戻ってこれたんで、おおなんかさっきもここで落ちなかった、気のせいかな、うん、まあいいや、どげぐらいパックンフラワーに食われたわねえもういいよ、見飽きたよもうここで使います。なあ、もうクソクソステージが、もうクソステージじゃないんだけど、 200cc ほんといらんわ。 170cc ぐらいにしとけよ。もう 150cc から 200cc はさ、うん、本当に廃人向けだって、うん、ガチ勢と廃人は違えんだよ。とトゲゾウだけが怖いんだよな。とりあえず、この1位を。なんでお前来るんだよ、そこでやめて、あーくっそ、お前、一番最悪のタイミングで撃つな、どうやお前。俺が1位だよ。あーあー、しれ、もうちょっと、もう段ボール片しとけよ、お前。お前、蛇行運転してんじゃねえ、免許剥奪すんぞ、てめえ。でも、なんやかんや5位ですね。うん、大したことねえな、こいつは。で、ここで、緑コーラー打っていきましょう。うわあちぃ、なんで俺に当たんだよ。やべえ、ちょっとマリオカートに集中するか。オッケーオッケー。よし、うわー、危ねえ、神回避。ふざけんなよ、お前。ナイス。うわ、鳥谷いるよ。お前、プレイ級。お前、プレイ級界でさ、もう、もう、なんていうんですかね、居場所がないからって、マリオカートの世界に来んねよ。覚えてるんでね。うん、ショートカットの位置。うわ、6位じゃん。6位、や、まずい。ちょっと、ペースアップ。うわー最悪。キノコでも来れば、キノさん来い。来たー。いや、これは、あ、くっそ、ちょっと、あいつだけ、マメちゃんだけ。オッケーオッケー。ちょっと、もう一発。うわあ、なんで俺に当たんだよ。もう、ほんとつまらん。うわあ。